チャイナドラゴンは中華人民共和国国立交渉父春市を本拠地としていたアイスホッケーチーム。ホームリンクは父春冬季スポーツセンター。北京市、上海市などでもホームゲームを開催した。アジアリーグアイスホッケーに参加していた。2016-17年アジアリーグに参加後、活動停止した。前身となったチームは1945年に ハルビンアイスホッケーチームとして創設された。アジアリーグアイスホッケーには2期目となる2004、05シーズンから長年のライバルである父春と共に参加。中国リーグなど中国内の大会においては最多優勝回数を誇るが、アジアリーグではレベル差が激しく、父春と共にリーグ最下争いの常連となってしまっていた。2006年シーズンは、 広し集団のスポンサーシップを受け、本拠地を北京に移転して、広しとして活動した。2007年シーズンより、長春富奥氷級クラブと合併し、中国広しとして中国代表チームのような形で、アジアリーグに参加することになった。開幕直前に、NHL のサンノゼシャークスから、スタッフ、選手の派遣を受けることが決まり、チーム命名権をシャークスに譲り、 中国シャークスと解消。翌シーズンは日本語表記をチャイナシャークスと統一した。2009年、サンノゼシャークスが日本人選手と外国籍選手を中心としたチーム運営を行うことにしたため、中国協会がサンノゼシャークスとの提携を解消、チャイナドラゴンと解消した。2011年、同じくアジアリーグに所属する東北フリーブレイズの親会社であるぜ。 ビオ株式会社と中国での冬季スポーツの振興に関する提携で合意した。その一環で監督の工場圭介と選手をレンタル遺跡で獲得することとなった。2016-17年アジアリーグに参加後、2017から18年アジアリーグへの参加を断念、活動停止した。順位、ないはリーグ参加チーム数。2009年10月シーズン。 チーム概要アジャーリーグアイスホッケー公式サイト、ありがとうございます。